えというわけで今晩も始まりましたラジオジャグの時間です。えっ、ー、と今日ここまた渋谷にありますサーカス東京からお送りします。もうね、あのー、ここのところやっぱりあのコロナがね、また大流行で、それでもう本当はね、あのー、まぁ、あ、ちょっと、あの本当に申し訳なかったんだけど、この間は、あのー、まあ先々週かな、は、あのー、 コロナ大流行で,で、出演者が濃厚接触者だったり、それからもう収録がちょっとできない状況とかが,月が結構あって、それでちょっとこれからも、 あの、ただ、そういうことがあって、それで今週はお休みになりますっていうのは急遽決まることもあるんで、あの、まあ、皆さんもね、コロナにかからずに元気でいてほしいんですけど、そういう事情があるので、ご了承くださいということを最初に言っておきつつ、え、というわけでね、あの、今回は、あの、今週は、あの、奇跡、あの、クラッシュがのやったラップのアルバムがあるんですけれども、そこで、あの、 初めて、初めてっていうかライブではあるんだけど、レコーディング的には初めて一緒にあの参加してもらって一緒に,一緒にお仕事をして、えー、っと、すごく大ファンになったラッパーのしびとくんにわざわざ京都から来ていただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、当もうやっぱしびとくんの あの大ファンなんですけど私はやっぱ「深い」<laughs> とりあえず「深い」<laughs> いやもう本当にちょっと驚いてしまうんですけどまあ今日はちょっとねあのしびとくんを深掘りしていければいいかなと思ってます。はいってことでねしびとくんは早速だけどもともとさだって東京でしょ実家。 京都のの方に移ったのそうですね元々もともと生まれは東京都の新宿区なんですね,よね、ええ、で、あのー、京都へ移ったのは、まあ一言で言うと縁があったっていうところに尽きると思うんですけれどもあいろいろな人生が不要曲折ありまして。<laughs> ね、そこ そのまああの何うですか,そ、まあ、ですかねそういういろいろ自分の人生の中で、えー、立ち止まるような時にですねいつもまあ私はその山であったり海であったり、うん、そういう自然のところにおのずと足が向いていく、うん、心が向いていくというところがありまして。 山から山へというところで、えー、京都に、えー、なんでですかね、こう呼ばれるようにして、うん、えー、行きまして、で、そこで、えー、あの、妻と出会ったっていうのが、大きい向こうで出会ったんだ。そうですね。で、それの、まあ、きっかけも、あの、 向こうの方でですねライブをやらせていただくことがあって、うん、でその会場に、えー、何年間もずっと自分もやってるんですけれどもあの京都の方でや関西の方でいつもお世話になっていた方が、うん、ずらーっとなぜかその日いて、うん、あの何かこうなんでにこんな。 タイミングでこの人たちがここにいるんだろうっていう時に、えー、出会ったっていうのもあって、うん、でそこからあの京都の山の方に入ってあの家を探したりとか、うん、あのまた 何もないところからどうやって生きていくかうん、うん、っていうのを探して今にっえでもさも、えー、ともとは東京で、えー、それでラッパーとしてやってたでしょ、えー、でやっぱ東京でいろいろあったんだそうですねあの東京はあのー、もちろんその自分にとってとても大切なえー ふるさとですし、うんえー、そこで出会った人たちっていうのもたくさんいましたけれども、うん、あの同時にうちの祖父母が、うん、あの戦後自分たちで、えー、何にもないところからこう開墾から手作りの家をですね長野県にこう建てたってと<ー>ことがあってでそこにちっちゃい頃からあの 行く機会があって、うん、でそこがごうもん風呂と煮炊きも薪きでやる、うん、もう不便をいとわずの家だったので、うん、そういった生活っていうのをあの結構蛇口をひねってすぐに水やお湯が出てくるっていうところではなかったので、うん、そういう生活とまあ あの野鳥を見に行ったりとか山や海での生活っていうのを見に行ったり体験したりってことをちっちゃい頃から好きでやっていて、うん、でそういった生活も共にえと大都会に住みながらも、うん、あの見ていたっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、そこだけがえ全ての あの街っていうことだけがあの全てではないっていうのは小さい頃からあったのかもしれないですね。じゃあさでも普通だとさ、ええ、やっぱりさと、まあ、音楽やったりとかするとさ、ええ、東京に行ってやるのが便利だったりするじゃないいろいろ。ええ。でもえ京都行っ今年で7年8年ぐらいになりますね。8年ぐらい でもさそれってさやっぱりその向こうに今を構えるってことがさ、ええ、結構やっぱり一つの決断だったりするでしょそうですねうんねでしかもだって今またぎやってんでしょ、ええ、またぎといいますかあの <laughs>、うん、まあ山山行きといいますかね山山市うん、うん、あの山行きをやってますねそうでしょう、ええ 山でのお仕事をしてるんだよねいろいろ木をやったりとか、ね、あと前に一回鹿肉と獅子肉を送ってくれたけど、えー、そういうのもやってんだもんね <laughs> そうですねちょっと今日も本当はあは持ってこようと思ったんですけど本当すごい美味しくてさ <laughs> あ、本当ですか、うん、大感動だったああそうです、うん、また送って<あ> <laughs> ぜひあのちょっとジャーキーを作っ,作ってみたので <laughs> 本当んえー だからさもうさ本んになんかもうやっぱりちゃんだから私すごいなと思うのは、うん、なかなかそこに今日構えて、うん、それでっていうのはなかなかできることじゃないじゃない、うん、それでいてでも変わったやっぱりそうですねどう変わったのやはりあのー やっぱり都会でこう生活していく中で、うん、そのもちろん音楽や芸術を志す人たちで、うん、ストイックな人たちっていうのはもう無数にいて、うん、しかしまあ京都の方に行ってからは結構全く違ったジャンルのそういった山であったりとか、うん、そういう厳しい環境でどうやって生きていくかっていうことを、うん、もうあの本気で怒なってくれる人。 あのこんなことやったらもう死ぬぞっていうので、うん、が裏にあって、うん、その上で怒鳴りつけてくる職人っていう厳しい世界を見て、うん、でなんでこんな大自然の中で <laughs> ね胸ぐらつかまれるぐらいの勢いで怒鳴られなきゃいけないんだっていう気持ちの中ねずっとその職人のあの元で働いたりしてたんですけど。うんうん あのやっとこう意味が分かりつつ、うん、あ,のあるのは逆にそういう、えー、本当に、えー、一歩でも間違えると、うん、あの死を見るぞっていうこともそうですし、うん、<laughs> 縄の結び方一つですべ、うん、てその縄に命を 預けるそしてまあ、えー、木にくくりつけて木に,木に対してもどういう思いで、うんえー、いるのかっていうところも込みで、えー、やはり生半可な気持ちでいったらあの飲み込まれるぞっていうところを教えてもらったのは京都に来てから。 うん、だからやっぱりその山だったりさ漁師、ね、さんもそうだったりもするんだけどさ、ええ、やっぱり本当にちょっとなことで命を落とすからいつもヒリヒリしてるっていうかさ、ええ、そういう感覚だよね,ね私だから私もほらアフリカ行くじゃない、ええ、でまあアフリカだけじゃないんだけどさ結構やばいところに私は行くわけ、ええ、ちょっと本当に治安のあんま良くないところと。ええ 日本人の子とか連れていくと、うん、そのやばさを感じない子が多くて、うん、本当に日本では当たり前のことだったりするんだけどでも違うんだってことをいくら言葉で言ってもやっぱ分かんなかったりってしちゃって、うん、命が本当に危なくなる場面って、うん、あんまり今の日本だと。 そんなに経験しないじゃない。そうかもしれない、ね。普通に都会で生きてたりとかするとさ、えー、だけどなんかそういう山だったりその自然をと対峙することっていうのをさ、えー、やっぱそうやってなんか命と向き合うっていうことに直結するんだろうなとかって思うね。ね、うん、そうかもしれないですね。やっぱリリックとかも変わった？そうですね。自分ではあまり気づかないんですけれども、うん、あの。 変わっていってると思いますね。やっぱり、その。あの、まあ、だから、ゆいで一緒に、や、やらせてもらって。うん、で、今回、あの、暮らしのシリーズ、かの第一弾でも参加してもらってるんだけど。うん、やっぱ、どん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 より深くなってくるよね。あ,あ、そうですか。やってて、面白いでしょ。面白いです。もう。 これはあの年を重ねていくことで、うん、まあどう重ねていくかっていうこともあると思うんですけれども、うん、よりどんどんと面白くなっていく表現というものはそういったものだろうなっていうのは、うん、感じますね。でやっぱりさ清人君ってさその言葉一言、えー、言葉選びがすごいよね。いやこだわってるよね。うん そ,その日本語特有の漢字って一つ一つの漢字に意味があるってもともと中国のあれから来てるけど、えー、で英語の「abc」には意味ってなかったりするじゃない、えー、だけど日本語にはそういう例えば、あのー、なんていう漢字でもそうだけどもいろんな意味があってそこを掘り下げていくと、えー、っていうような話をよくその電話でもするじゃないそうですね おすごいなって思うもんね、えー、どの漢字を一個使うかってことだったりさ、えー、やっぱりどの言葉を使うかによってさやっぱり全然違うものになってしまうっていう、うん、そういうのがやっぱりしびとくのリリックからは感じるんだよねああえどう自分でやっててそうですねあの辞書を引いて、うん 詩を書かないんですね僕僕私自身、うん、でも言葉の語彙力がすごいよね。いやーどうなんですか、ね、ただ本もそんなに読まないんですよ。であのー、ただそのか詩を書いているとひょんなところからどこかで聞いたことがある言葉であったりとか、うん、それはもう亡、あのー、くなった。 おじいちゃんはや、ねうん、あのそういった人がいつか自分に言ったかもしれなかったこ声であったりとかうん、うん、そういったあの声を拾っていくとあのあこんな言葉は自分の、うん、もしねしゃべり言葉、えー、書き言葉っていうところでえー こんんな言葉は辞書にあったんだろうかと自分の中のねうん、うん、でそういったものをこあの探していくっていうことをするんですけれどもいざあのかん自分で書くんですけどな,なんかこう書かれたようなものになるな何者かによって書かれたようなものになった後ふとふと我に返ってそれを見つめ直してみるとそれこそ 一文字一文字にはこういう意味があるのではないかっていう推測みたいなのがまたできる自分がいてなので言葉には常に植えているあの状態なのかもしれないし渋くんがさ要するに今回の離陸の注釈というかさそういうのを送ってくれるじゃない一緒に。 こういう,こうあの気持ちがあって書いたあれでとかさこういうあれがあるっていうのあれ読んでるだけでも一つの読み物だもんね。ああ本当ですか。それさ本にしたらすごいと思うよ。いやいやにみんなちょっと読んだ方がいいよって思うもん。もの作るってこれだけ真剣に向き合うんだなっていうさことだと思うんだよね。私なんかもやっぱりそれは 本当にそうなんだけど、うん、でもやっぱりま清水君のその深,深さには負けちゃうなって感じ。いやいやいや。うん、今回のそのクラスさんと、うん、あの作らせていただいた曲に関しては、うん、実はあのある人を思って、うんえー、書いた。それがまあその浅野さんであり、<laughs> あのそして。 自分の身近な、うん、あの人の中で若い子で子供で、うん、あでちょっとまあどんな理由かわからないですけど学校へ行けないで受験が差し迫ってきていてでそういった中でも大人では考えられないような緊張感がある中で、うんえー、そんな幼い子でも。 こう死を考えてしまう自分は何,何のために生きてるんだろうっていうことを、うん、あのそんなに小さい子でも考えてしまったりとか、うん、あるいはその、えー、そうですねそういったある人に向けての手紙、うん、出さなかった手紙、うん、<laughs> あのメールやなんかではねすぐ返事で。うん 今思ったことをすすぐけけちゃいますけれどもうん、うん、普通きっとそれが2年かかったり3年かかったりして届く手紙もあってもいいと思うんですよね。あるよねそれは。えー、でただその手紙から始まっていて、うん、どう返答していいのかわからないでもそれはこう歌にだったらできるかもしれないっていうことでうん、うん、あの。 メールを打つ手をちょっとやめて、うん、歌で返事をさせていただければっていうようなところであの書いたというのがあのこのこういった曲かなと思ってます、ねうん。今までは過去に遡るとやっぱそういう書き方ではない。いあのそういったものはあんまりなかったような。ただその 結果的に誰に誰クラスさんとも話してたんですけども、うん、結構誰にどう判断されるかとかっていうことを考えて、うんえー、ものを作っていないというか最初から、うん、その自分自身がどう感じるのかっていうところに正直にやってるっていう話を2人でも今回電話でもしてた時があるので、うん、あの誰に見せるとかっていうことを前提ではなくって。 もしかしたら誰にも見られないものかもしれない、うん、だけれども形にするもしくは自分の手を離れていくっていうところから多くの人がもしかしたら耳にして感じてもらえるっていう機会が訪れるものと、うん、そうではない、えー、詩であったり歌であったりっていうのは無数にあると思うので。うん 誰かに手紙を書いてるのかもしれないっていうのは確かにあるかもしれないですね。誰かへ向けてとか。だからその私なんかもあのー、マラジオやジャグをやるっていうこともそうだし、えー、何のためにこれをやってるのかっていうのはいつも考えるんだよね。えー、でやっぱり例えばそれはクラッシュのなんかもコンセプトから全部考えるのがすごく多いんだけど。えー ただやっぱりその私の立場とそのプロデューサーという立場とそれから自分がこうやってラジオジャグやる人間ってとかの立場ちょっと違うんだよね。うん、その両方が私なんかはあって、うん、でやっぱりラジオジャグは全部自分のお金で全部自分で好きにやってるから、うん、だからそれは自分で好きにするやってもいいと思ってるけど、うん、今度作品を。 やっぱ作るってなるとそこに今度ビジネスがかんできたりとかやっぱり結構な予算がそこに投下されるわけだから、うん、最低限でもそれを取り戻さなきゃいけなかったりとか、うん、やっぱり一人でも多くの人に聞いてもらうには、うん、だから一番最初私がプロデュースしたのって自主映画だったのね、えー、でそれまでの自主,自主映画界っていうのはやっぱり自主映画のちっちゃい小屋で、うん、それで自主映画の小屋で。 まあ割とと自己満足に近いところがあったんだよね、うん、でも私はその時に全然違う考えで実施、うん、映画であったってそれがいいか悪いか別として、うん、多くの人の目に耳にちゃんと届くことがこの映画を全うさせることだと思ったわけ。だからいろんな戦略を考えて上映会をやったりとか、うん、本当にフィルムがボロボロになるまで やったの、ねうん、で自主映画の動員記録も作ったの 8mm で4万人入れてるからね。でやっぱり作品って多くの人に届いて手に,手に取ってもらって聞いてもらって見てもらってっていうことをさしてあげないとその作品がかわいそうだと思ってるんで、うん、私は自己満足ではそれは自分の趣味の範囲でやればいいと思っていい。 だからそこがやっぱりそのビジネスになってしまう部分と、うん、そうじゃなく自分自身でやることとの違いかなとは思ってる。そうです、ねうん、だから多分さっきあの自分もクラスさんと話していた話っていうのはむしろその自分のためにっていうわけではなくって、うん、こう誰かに当てるっていうのをそのえー 誰かかのためにっていいううこととを考えるというか人、うん、だけではないもしかしたら一番最初にその歌ってものは「うん、雨声い歌」っていうのがあるように人間に聞かせるものだけではないものだと思ってラシさんの音もそういったところは僕昔からずっと好きでいたっていうところもあの今も好きなのは。うん そういうところがあって、あの、人を、この間あの、お寺さんでね、うんうん、あの、仏さんに向かって DJ をやられていた、うん、あの、<も>場面だとか、うんうん、ええー、あの、何かその、ええー、誰かへっていう次元をちょっと超えた、うんうん、<laughs> あの、<laughs> それはもしかしたら雲一つ動くかもしれないし、うん、雨も降ってくるかもしれないしっていうところで今おっしゃられてたようにやはり全くそれ作ってる時の頭とそれが出来上がって出来上がったのか誰かの元へ届けられるまでっていうのはやはりそこに、えー、いろんな人たちが結衣、あのーうん、といいますかねいろんな。 共,共同で動い,てくる動いてくださって届けられていくっていうのは、うん、まさにその,あの本当にそれがあっ,たあってからこそ、うん、あの表現を続けられているっていうところもにあるのでだからそれあの, <laughs> あのまあそのさっきね言ってたその神と神じゃないけど、うん、あのアフリカの そのドラムマスターってドラムマスターの家系っていうのがあってそのドラムマスターの家系にしかその叩いちゃいけないドラムのリズムがあってそれはその神様 との行進の大地の神だったり風の神雷の神雨の神そういうのに一つずつ雨の神様に捧げるリズムはこれとか全部あってそれはでももう本当にもう昔からその家系しか叩けないっていうものがあるんだよね。やっぱりそれがだけどあのまあ前は自分たちのそのなんていうの ブラックの中で、うん、その人たちのあれだったのが、うん、そこに観光客が来るようになり、うん、それがどんどん観光化されていくみたいなねうそういうのもあったりするんだよねああなるほどあいろいろだからそうだねその神との交信っていうのはすごく本当はし神聖なはずなんだけどさうんあのおしん祭りのね、うん、あれ 文章を前にねその前にというかこの間しびと君にはねその私があるテレビ局のドキュメンタリー用に書いた企画書があってでまあそれ本当は通ってたんだけどちょっと、まあ、311のちょうど時でそれで実現しないままに今なっていてあのそれの企画書をね この間、ええ、あの送ってねね、ええ、見せたんだよ貴重な資料いやいや貴資料じゃないけど、ええ、なんかやっぱりその、ええ、あんまりそういうのを人に見せないのね私は。ええ、でしびとくんはいつもすごくあのすごく私の話を聞いてくれたりとかやっぱりそれに対してのあのアンサーをちゃんと。 してくれたりとかっていうのがすごくあってだから何か、うんま、すごいまともなキャッチボールができる人だなって思って <laughs> それは何かその人の人現代の日本にいながらにしてそれはその過去からつながってくるものとかね その未来につなぐものなんだけど過去をちゃんと見ようとしてる人ってあんまり少ないような気がするんだよね、うん、やっぱりでもしびとくんと話してるとそこをものすごく大事にしてるなっていうのがあってうん。だからなんか私も伝えたいしうんっていう風うな感じになるんだよねいつもねうん なんか私とシビト君の多分メール見てたら他の人が見たら何通会話をしてるんだろうと思うのかもしれないよね。<laughs> そうかもしれないですね <laughs> <laughs> 本当に。でも私そんな難しいこと書かないよ。うん。だからあれだよね私今回テーマをちょっとあれしてもらった私に向けたら手紙も入ってるっていうのは、うん、またまたまねちょっと私が年末に具合が悪くなってそれで。 まあ前からこの番組でももう持病があってさなんてしょっちゅう言ってたんだけどずっとそれが悪化してそれで心臓の発作が起きて呼吸ができなくなってその病死っていうところだったら今まで何度もそういう死に直面するものっていうのを経験してるから全然怖くもないし死に対しての覚悟はできてるんだけどいわゆる急死ってことに対して 全然覚悟ができてなかったんだっていうのの話をちょっとさすがにそこはなんか休止っていうことがこういうことなんだっていうので怖くなったって話を書いたんだよね、うん、私がねあそうですねまあそれは本当は全ての人が同じなんだよね、うん、それってだからあのさ 映画でブレーードランナーってあったじゃん、ええ、あれの時にさレプリカントがさその自分たちの起源はいつまでなんだっていうのが知りたくてなんか人間とあれするっていうのだったけど、うん、それって本当は人間はもういつまでっていうのを自覚してないけど、うん、本来そうなんだよねって。 それは人間であろうとエクぱリカントであろうと一緒だよねっていうところじゃん、ええ、みんなの意識の中に死がどれだけあるかっていうことだし、うん、日常なんか普通に過ごしてするするといるとなんか死ってそんなに近くにないように感じるけれども実は超身近なものでそれがいつ訪れても、うん るのかもねみんな同じように分からないっていうのが本当のことだと思うんだよね。そうで,すねでも誰かがなんかそういう体験をしちゃうとやっぱりそれにビクッとする自分がいたりとかっていうことでしょ。えー、そうですねやはりあのどういった時に。うん また戻ってこの間お電話でした時に、うん、その蛇口をひねって水をざワと流すその音で帰ってくるとか、うんうん、リモコンでこう、うん、ボリューム多あった、ね、マックスまで上げるんだよね知らん、うん本当に意識が遠のいていく中でいきなりそこにあった あのリモコンを掴んでボリュームを最大限までにしたり、うん、あの蛇口の近くであれした時は倒れそうになった時は蛇口を目いっぱいあれして、うん、ともかくそういうことが何度も私はあってであのそのたんびにその音から戻ってくる、うん、音で戻ってくるっていうのは。 本当にそそれがそうなんだなっていうだからみんながよく「呼びかける」じゃなくなる、うんえー、あの声っていうのはちゃんと届,え届くんだなっていうのをなんかすごい感じたけどね、うん、そうですね。本当に音 <laughs>、うん「なんか呼び行く」っていう言葉があるらしいんですけど、うん、そういう大声を出して。うん 正気づけるもしくはこう、うん、あの戻ってこさせるっていうので、うん、あの玉呼びだとか、うん、そういう、うんうん、ことがあったりしてまあ簡単にはやはりその死に行ってしまう人に声をかけて、うん、もう一度魂を呼び戻すっていう。うん、で全く違うけれどもその,あのくしゃみをするときまあ 海外でブレスユーとか言いますよね。うんうん、で,でかなあっていうかあの由来やゆえなんていうのはちょっと分からないんですけど、まあ、きっとその魂が抜けるとかそういうのがあるのかもしれないですけど例えば山で、うん、あの遠くの山からですね、うん、もう鬼の怒り声のようなのがうわーっていうのがこう聞こえる時があるんですよ。な、うんであれであそこで誰か 怒っったのかなっていう声が、うん、で、まあ、一緒に山行きしてる人がおったらその山から降りてきて「さっき何なんかあったんかなんか怒ったんか」って「うん、なんかすごい声したけど」っていう「うん、いやあれくしゃみしたんや」っていうのでくしゃみってそのなんかその人の正気でふ普段ふね、うん えー、おしとやかな人であろうと、うん、いろんな人なんかこうブワッとこう出てきてしまう内,臓内,内,内側の臓がこう内臓がブワッと外に出るような、うん、<laughs> すごい音がする、うん、で,であのそれをしかもくしゃみをしているっていう姿を見えない状態うん、うん、で。 何事かっていうような音なんですよね結構その音って、うん、で今やねそのくしゃみなんかもなかなかこう大胆につけないかもしれないですけど女の子でさたまにクシュってする声でしょいますねあれ憧れな、ね、<laughs> い私逆もしっかりだと思うんですよすごいおしとやかな人がもう <laughs> ブワフッそうする人もいい <laughs> 豪快なのもあったりとかしてまああの女の子がクシュ ってやるそうですよね。うんまあ、その辺の話をねこのあとちょっともうちょっとしたいんですけど一曲、ええ、ちょっとしみとくんの曲聴いてもらうと思うんだけど, <laughs>、はい、ど何の曲聴いてもらうどうですかね。そあの <laughs> 今回のねあのクラスさんのあれは道っていう、ええ、次回だと思うので<ん>ストーリーっていうことで「ソマド」。 というちょっと山行きのお話を、うんうん、ちょっともしよければ今週じゃそれを聞いていただきましょう。 さんのなたはちゃんととげているかい歯が立っとらんと木は切れんが息が切れるでよへ,へ一丁分5万円で頼めないかまあ金はどうでも良いからわしにやらせてくれませんかからの杯を組み交わしよしの二つ返事できるかできないかやる前には考えるな 歯を入れたらそうそう後には引きまいもういっぺん次世代に見せたい景色があるんじゃならがれにまつがれ里の山あれ放っておいて良いはずがねえだろカったるで山に入ってこそ山は元気になるってもんよ待つだけなら行政がうまくやってくれるだろうね今文句を垂れている暇はねえ やるべきことは一つ、松茸を上がれさまどののり面二十年後は村一番のもみじ通り、文字通り、わしはやましいこと一つなしのやましい、今やがくなしのさなし、丸かじりひたすらに肌身離さず立つ最後の畑の中はじいちゃんの肩身様になるまでは学び、様になってからはさあに難所、つまり一生様になら家臣こそが命取り、あの世はすぐそこに、マシになんないと足元救われるでよ巻き戻しが効かるから今の一瞬に 命をかける挫折よりも骨折打撲の日々に明けくれるヒノキとイボスギのし座に足かけダウち落ちたら最後死神がいつも傍らで笑ってら危なっかしい気を切るときにはいつも家族の顔がよぎるそんな時に限って同じ蝶が飛んでくる亡くなったじいちゃんが生前に唱えていた言葉若いうちの苦労はこう手でもせいが響くそういえばこの木はじいちゃんと同い年ぐらいじゃろうか暗い森で無限にされるのもつらいじゃろうな 一人の木こりの思い込みで切られるか残されるかが決まるのだ迷いなし使い道は無数年老いて枯れてゆくのを待つよりも長生きする命 花の針に一枚いた枝子の墨まで墨にしたろうかじいちゃんがわしの心の中で年を取らずいつまでも生きているようにさ今日見たツツジ花は明日には散りまた新たな花芽を宿しみを結ぶ赤青き緑の四季の移り変わりはただただ儚く美しい中むつまじく重なり合う葉と葉が擦れる音は涼しげに 家に瞬くま姿現わすや山桜がまた咲くかな必ずや最後まで読み届けることはできないと知りながらもできることならばまずは足元から固めるぜよ泣き言一つ漏らさず飽きもせずに何事も真面目にやり遂げれば暗い森に一筋の光が差し込める二足三門のわらじの花を固く結び身も蓋もない話には耳も傾けず一癖も二癖もある人間になれと真剣に勤勉に人生を穿てよう泣くて七癖の下臭からねば植林場がなくぜ綺麗に横三にしてまくる 破れかぶれのかぶれにかぶれても手探れでなくした長釜を探れまるでえと形容できる言葉もなくて言葉を失うほどに心は滅法強くなっていくで漠然と生きるよりも逆転させる価値観鈍天の空にさらに濁点を打つかのように小作人をとシャプリンを進んでかぶれすればおのずと次から次へと溢れてる内からの力世の不思議な道へは見え隠れてる行けば分かる戸惑う är rock, hassot oa roya Copacona, gonna dona dona dona

むしろクイーにクイを打ち込むフリーダムフ f ー e e フリーダムアモーリスこびずに研ぎ澄ませ五感をさあ見えるかみねればディルタシグマシった血を身近に感じ危険を予期するんだ動き続ける 日のある宇宙眠りこける左うちのうちにはわかるまいと真ん中のストレート心臓でも止まんなきゃ見えないスピードでスマートワイル常備するポジティブよりきるオリンピックアスリートよりも飛距離伸ばすきこり掴みかけた夢は決して逃さないスタミナを身につけ人に優しく自分にスパルタ向かうはズバ抜けろスタツタに切り裂く固定観念お膳立てはごめんだね走りつ,つ 精神は健全な肉体あってこそを語られる頭で考えるな体を動かしてみいや宇宙を語る毎日気を存分に体感しときや自然を前にして人間は何ともちっぽけだ それでいて心は空よりもはるか雄大で愉快人生は一時の歌みたいだ妻と2人の息子を食わしてゆくには何事にもかじけないで何足のわらをもすり減らし 全ては経験の上に成り立つと覚悟を決め常に勉学と知り学の門を叩く守備一貫してその確固たる姿勢は崩さずぶつかることもままあるがままならぬままでよいありのままがいいんじゃないのかな一つ心得るに心臓が動いているうちは不自由を理由に立ち止まらないようにひとひらのひらめきとやり時を逃さないようにお気をつけていってらっしゃい 仕事をより好みするんじゃなくて仕事により好まれている。泥にまみれ、汗みどろ油まみれ、赤切れ、白狼になりかけたりお手は絆創膏だらけ、日の出より先に置き、日の入り前に山を降りる。一度きりのきょよ、ありがとう。 尾根まで登り詰めて見晴らす稜線の多幸感世故に追われ稜犬に追い詰められた獅子の眼差しに似た気の利いた冗談一つも言えない無骨なプロレタリア世間様の行間を読むことが苦手な作業派佐の難病にかけては人一倍妥協は許さない己で描いた座標で動くもう迷うな多少なりともではなく過剰なまでに働くだが過労を追わなく軽やかに山を駆け上がる頑丈な身のこなし 二度と同じ過ちは繰り返さないと決めたならば無事帰るまでは決して振り返るな命完了まであと何秒こっちとは凸凹フラットアスファルトゆるっとフワッとの連中とは一切関与しない何の気なしに過ぎていく時の流れに身を任せるかそれとも胃を固めるかただいまおかえり 家の明かりが嘘みたいに心を穏やかにさせるとは、お身をつけや白ご飯に顔をつけんばかりに前のめりでのめり込むようにしていただく何よりも待ち焦がれた夕飯。三年前に割った薪が今の灯火をくれる煙突から漏れた煙がまじゅうに十万、ま。私服のひとときもつかの間、息子らはお風呂に入れる時間。今日は父ちゃんの番。上がれば床の上に台の字を書いて寝そべり、子供の寝顔を抱いて泥のように眠るだけ。というわけで、その、ソマド。 っていう曲を聞いて、はい、これはえいつ作った曲？これは二千十七年ぐらいですかね。十六年、十七年頃に DJ ドルビーさんっていう方と一緒に作らせていただいて、うんうん、あのありのままのあの山で私が生きている景色を。うんうん あとまあ,あの先ほど最初の方に言った職人におこな怒られながらも生きていることが不思議なくらいに、うん、もうな何度も死を見たけれどもっていうことの中、うん、出てきた歌ですかね。でもやっぱり今さ整形はその山の方で建ててるわけ いやあのー、僕自身その全てあまりその仕事っていうことはとはあまり考えていないところがあって、うんあのー、基本的にはそ,のそうですねその何をどんなことでもっていうことではあるんです。も,う、まあ、あのもちろんあの 表現で、この表現でね、いただけるものもあると思うので、それが、あの、それに夢中の時はもちろんそれに夢中ですし、あの、一方でずっと、キノコ取りに夢中な時もありますし、うんうん、あの、キノコを栽培するための、あの、ギを用意してくれと言われたら、山入って、用意しますし。 ペインはあ表現そうですね正やっぱ生計を立ててるところでいうと、うん、そうですねうん、えー、でもそのあれなんだよね、うん、その自分のポリシーとしては、うん、やっぱりそのお金のために何かやるとかっていうことはしないそうことですね そこはね本当にあ,のあらゆるその絵描きさんであったり、うん、あのいろんな芸術家がこうすごく葛藤しているところではあると思うんですよね、うん、そのお金というものとの、うん、向き合い方、うん、であとそのお金一つでやはり人間関係だとかもね 複雑になっていってしまったりとかもしますし、うん、であのそうですねそのただ生きていくためには、うん、あの今ではこう必要なものなのかもしれないですけれどもなるべくないものは作ってで生きていければいいなと。 まあ、だからやっぱりそれってさ、ええ、その京都の山の中に入った覚悟と覚悟があるからそれでやっぱりそれ東京で普通に生活しながらやろうと思ったらできないもんね。まあ、できないですね。本当にねだからよくほら東京でさ家が欲しいとか言うじゃん。ええ、東京で家持つのはいいけども、うん、それのローンに20年30年って、ええ。 それを払い続けるイコール仕事なんか選んでいられないってことだもんね <laughs>。そうですね。本当だよねやっぱり。うん、難しいよね。だから私なんかもさ、東京にいるとさ、そのなるべく私はねもその家を欲しいとかそういうのって全くない人なの。えー、正直言って。 でまあ、それはうちのお父さんがやっぱり言ってたけどなもんね、あのー、人それぞれだけどさもちろんさだ家欲しいって人を全然否定するとかそういうのは全くないけどだうちはあのー、やっぱり家って壊れて。 ていくでしょう。朽ち果てていくでしょう。うん、それが20年とか30年のローンで、でやっとそれが終わっても、そしてその頃にはもう口 で今度は修理をしなななきゃいけなくなると、うん、それでその修理代だけだって馬鹿にならない、うん、で固定資産税もどんどんんかかってくる、うん、それだったら身の丈に合わせて自分が今はこれぐらいのお家賃のところに住めるんだったら住めばいい、うん、で自分がどんどんそれがなくなってったらそのあれをその自分に合わせそれに合わせて自分がやっていけばいいって言って。 まあ一応なんか上場会社の社長までやった人なんだけど、うん、そういう考え方の人だったから、うん、だから私が家買おうかなって言ったことあるのね知っ、うん、たらものすごい怒ってね、うんうん、父親があのまあ半身不随になっちゃって半身というかまあなっちゃったんだけどだからお父さん引き取るのに あの引き取りたたかったんですよね、うん、で引き取るのにバリアフリーにしたり何にするにはやっぱり家買って、うん、それでもってそういう風にしないとかなと思ってそれを言ったら、うん、そんなことは必要ないっつって、うん、<laughs> 言った人だからねあの人はね。えー、でも私もそれでなんかいいような気がしちゃって、うん、だからなんか引っ越しって引っ越し代ってバカになんないけど、うん、でも。 引っ越しするとなんかまた新しく彼れってでどんどん引っ越しするたんびにどんどんいろいろ物を捨てていくから、うん、<laughs> でまた増えるんだけどすぐにね、うん、でもなんかそういう生活かな私は今。うん、やっぱ東京に住んでるとだけど考えてみたらさ、うん そのマラウイで私アフリカの支援やってるじゃん、えーえー、湖沿いのすっごいいいところで結構な家建てても、えー、50万ぐららいで建てられるんだよねあ<ー>だそっちに建つ方がいいんじゃないみたいな、うん、だ電気もないし、えー、電気も引っ張ってこなきゃなんないしソーラーシスにするのか、えー、もうそれこそ質素の生活うん だけど目の前に大きい湖があってそれで子供たちがいつもワイワイワイやっててどっちがいいかなとかってやっぱり50万だったらそっちで家建てた方がまだいいんじゃないみたいなだった私たちがいない時は子供たちに解放してやればいいしとかっ,つって思っちゃうんだよねなんか。なんか日本においてはその 何で建てるのか、うん、でやっぱりその今もう田舎の方ではもう空き家だらけですから、ねうん、で今ウッドショックって呼ばれてて、うん、もうあの外来材も入ってこないような、うん、もう今ねホームセンターかなんか行かれたり大工さんやってらっしゃる人はもうよくご存知だと思うんですけど、うん、もう材木が手に入らないんですよ。 でそんな状態でも日本には木があふれかえ、うん、れてあるわけですね戦後の政策で職人政策で。うん、でそういう国産材を使わずに外来に頼ってでまたそのお金をその輸入してきて。 外来材が並ぶわけなんでそのウッドショックの中でも。うん、で一方でその国産材国内材にすごく焦点が今当てられてきている、うん、まあもちろん昔のそういった空き家やね古い古民家なんかっていうのは、うん、うその土地の木を使って、うん、宮大工さんのような人たちが、うんうん、その木の りであったりとか、うん、もう季節によって呼吸するんでね、うん、そういったもので作られてきている家財、うん、なので,で家一つ建てるにしてもやはりその土地の木を使ったりとか、うん、そういうことを考えて作ってみるのと、うん、またあの 何年もつんだろうかうん、うん、先ほどそのお父様もね、うん、おっしゃってたようなそのやっぱり先を見,見えてる人っていうのはそういうことをちゃんと考えてらっしゃると思うんですけど、うん、こうその先こう何年もつんだろうっていう家がまあ私も大工ではないので分からないですけど、うん、あの本当に昔の家ってしっかりしてるんで,<う>でただ<え>修繕はもちろん。うん 手をかけてあげないとどんどん悪くなってしまいますけれども、うん、もう本当に石の上に立ってるようなあの、うん、耐震性がものすごい良いい逆にそういう石の上にでのぐらつきがある家であったりとか火には弱いかもしれないですけれども石積んで家建ててもいいわけですし、うん、なんかそういう。 何を使って建てるんだろうかっていうところがあの自分ももうその亡、うん、くなっていってしまうものを、うん、う誰かが家も生き物なので、うん、誰かが住むことによって風が通ってうん、うん、でそこににぎやかな声笑い声やねそういうので家も元気になってくると思うので。 なんかあのー、その後のことというかあの神社なんかやね神社仏閣やなんかっていうのはもう僕らよりもはるか昔からずっとその街いやその場所を見てきている、うん、うああいう作り方のようなうん、うん、日本の昔の家の建てられ方っていうのは今でも 山村にはたくさん残っているんだけれども、うん、もう口かけていったり、誰かが住まないとっていうので、もう、うん、ガランとした屋敷になってしまっていたりすると思うので、うんうんね、なんかそこそこに住まうっていうのもまた一つの生き方かもしれないです。そうだよね。うん、そうもう本当にだからそのヨーロッパって石の文化でしょ、えー。だから公園をすごい大事にする。 公園とというと、うん、公園がものすごく立派だし、えー、みんなでそこを愛してきれいに使ってっていうの、うん、がヨーロッパの公園でそ,それもお父さんから子どもの頃言われたんだけど、えー、だから要するにそのなんていうの石の文化だからこそああいう公園とかそういう自然っていうかそういうものを人工的に作っても大事にする。うん、日本は元,々元からく 行く文化だうんだけどやっぱり今これだけアスファルトが増えそのビルが増えってなった時に、うん、やっぱりその公園だったりそういうものをやっぱあの都心はねあの大事にしなきゃいけないしじゃあその山が山林が多くてうんぬんっていう時にあの要するに木を切らないとどんどんその、うん 森もダメになっていくでしょ、うん、ちゃんと間引きしてあげて、うん、それでもってっていう風を通してあげ何をしてってやんないと根、うん、腐れしていってしまったりとかっていうのでそれでなんか土砂災害が起きたりっていうん、でそういうことをちゃんとやっぱりみんなが伝えていかなきゃいけないんだよっていうことを子どもの頃に言われて、うん、まさに今なんかそういう時代を迎えたなっていう。 そうですね、感じはするよね、うん、だから今私あのその世田谷から引っ越して、うん、で小金井なんだけど、うん、なんで引っ越したかっていうとやっぱりその世田谷にいた時に、まあ、結構幹線道路のすぐだったから、うん、もう本当に粉塵ぼこりがすごくて、うん、それでアレルギーが本当に悪化したの。うん、でもちょっとひどいなと思ってた時に。 あの小金井で一軒家でちょうどバブルの頃にたたった家なんだけど家賃も安くてで小金井とかって公園がともかく府中と小金井と何だっけなえどこだっけえっと国どこだっけな国分寺かな,なんかの境のところのとこなんだけどあの辺って大学とか公園とかがすっごい こういうの、うん、でちょっと車で走ればもう本当に虫の音がすっごいっていう、うん、で紅葉はあるし何はあるしっていうで空気が全く違うの、えー、でなんかそっちに引っ越してからそのそういうアレルギーの方は超体調良くなったんだよねああそうなんですねでほんのちょっとのあれで違う、うん、でも都心都心って言うけど 年っていいかなっていう風にやっぱ思っちゃう、うん、最近はね昔は年の方が便利だしさ、うん、だってしミとくんは本当にまさに年の子だもんねそうですねどんどんと空が狭くなっていくのを少年時代見て、うんうん、隣がお化け屋敷みたいなねこう空き家だったなと思ってこう 子どもの遊び場だったのが、うん、ある日突然更地になって、うん、20階30階建てのビルになって、うん、で親たちはこう日証券う、うん、日が照らなくなるからっていうの日証券の問題で集まってたりして、うん、だから本当に人間しかいないしかいない人間しかいないみたいな、うん、そういう中でどんどんこう。うん それでもねこうアスファルトの割れ目とかに、うん、大犬のふぐりが咲いていたりとかうん、うん、横ばいが飛んできたりとかうん、うん、クマンバチ、えー、手に、ね、入れてこう遊んだりとかクマンバチよクマンバチはねあのあスズメバチがか怖いのでもク,ク,クマンバチだって怖くないっけあの怒らせたらね怖いと思う、ね、えっと木チか。 木僕らは遊んでたのは木鉢木鉢は黄色い黄色、うん、は強いやつでしょそうあのモコモコしてちょっとかわいいやつですね、うん、その木鉢とかねなんかそういう片隅にある、うん、う自然だったり空き地のぼうぼうの、うん、あのー、セータ川立草とかこうすごい。 もさーっとしてるその都会の反抗心というか <laughs> そういう野草の力みたいなところでまだこう望みをも持ちながら遊んでた世代だと思うんですけどねだいぶ今日渋谷に来たらばもう至る所が工事中でちょっとびっくりしました電話で言ったじゃんだから渋谷今こうなんだよって。えー どうなのかなそれが必要なのかしらって思っちゃうけどねうん、うん、本当にもうなんかもう朽ちていってるその日本自体が朽ちていってるのにどん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 そのビルばっかり新しくしていくことが良いことなのかっていうのは思う。うん、そうですね、うん、やっぱりその焼け野原だったと思うんですよね、うん、その前も。で 渋谷なんかも山でね、うん、こう歩いていくとあこれは山の起伏だなっていう風に感じる坂道がたくさんあると思うんですけどうん、うん、昔の古地図なんかを見るのが結構好きで<ー>あの図書館なんか行くとここの昔ってどんなあのえ本、ー、当んとしってどんな子だったのちょっと一曲聴いてもらってから話そうかっとかな私なんかもう何かしと子供の時の話聞きたいわ。 じゃあ、えっ、ー、と、次の曲、えっ、ー、と、何します?。じゃあ、その曲名だけ言ってください。あ、ライフという曲。じゃあ、ね、曲を聞いてください。<music> 思い立って引き出しにしまい込んだアルバムを引っ張り出してああ長々眺めてたことあるかい静かにめくられるページはるか昔の私の笑み当時流行りの懐かしい歌でも口ずさり時を忘れ永遠に になりいつだって難しい顔をした僕の夏救済望みかなえた前を口癖にこの気持ち内胸にしまい込み路地裏に打ち伏せり友よ僕のいつも隣にいた友よその後君は一体どこで何をしているのだろう心から僕そのものを受け止めてくれた君のおもろさ本物だぞなくさずに守ろう今頃君は丸の向こう側のビルで孫の夢を見るい,いパパにな 「や,いやっと言うほどに見た現実に疲れては幻の公園でいつもひなたぼっこ」ういいよねえ「No, yeah, yeah, yeah」「No, yeah, 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 貸してくれないか上空に立ったようにそのアドバルーンあの夏をもう君は思い返さずにはいられないだろう幼稚園の帰りどうしても食べたくなったアイスを買いにデパートの屋上で小さな遊園地を見つけて急に上機嫌になった君はとても嬉しそうにほっぺたを夕暮れ色にあからめてこう言ってたあの日さんから風船をもらって離したら消えてなくなって 空に「まかかなた太陽になったよ」「シャボン玉バムバム」「飛ばしては消えたアルバム」「あの空に揺らいだ」「もくもくの雲のよう」「あの山なのか」「極楽で過ごす僕らは」 「のため生きるかため息混じりのもの明日と嫁ぐことになる娘と同じところにあるお袋の泣き僕の今亡き僕とそう。何も語らずにもっと働く多くの苦労をかけた父親とは全く別の道を選んだ僕もいつか親父とは」 気付かないうちにこんなに育ってしまった私たちは確かに価値観違いで一番近いところにいる貸し借りし合いながらも何時は感じたままに生きていけ無造作なマッチうしたらいいのかわからない現実がタッチラミラミスラミなきライフを送りたい橋も外部も捨てて毎分毎秒に来てみればいつか会えるんじゃないだろうか自つから自つからなくした夢の続きとやさらにさらに再び明るい虹がかかり道ばたに引きが 君がじいちゃんばあちゃんになってもきっとずっと好きだって言える一つのとを Everforever 忘れかけた夢はというものや君にとってとっても重要な日々の匂いや色は街で見かけたチンや歩かせたキッドライアパッチフ優しくなった自分をふと思い出すのさどこも歌所も立ち止まる足場もなく暇もなく芝もない僕の居場所を

というわけで、ね、えー、っと、うん、聞いてもらったんですけどで子供の時ってえ,ー、えどんな子だったの、まあ、っいい子だったのいやーなんて言うんですかね反抗期ってあったの反抗期あったと思いますよそれはもうそれなりにでやっぱりなんて言うんですかねあの結構失敗ばっかりが、うん こう今の自分を作ってるのはこのい,いろんな部分で失敗が多かった多分一般的にはそれは失敗なんだろう失敗作なんじゃないか私はみたいなそういうあのー、部分はち、ね、っちゃい頃からあったのかもしれないですねそうえでもさいわゆるさそのヒップホップえなんでヒップホップ始めたのそれもね なんでなんでしょうねっていうのがこっちが聞きたいなんですけどでもやはりまあ都会におりましたのでそういったところでの人の出会いであったりあのもともと書く行為まあ文章を書いたりする行為が好きでであのそうですねそれを口に出したり大声を出すのは 多分突発的に、うん、それによってあの小学校なんかではちょっとあのおかしいやつだとこいつはおかしいやつだよっていうのまあということでその学校にいられなくなっちゃったりとかっていう<誰>僕があったんですよ。そのええー。あのまあこれは何度か他のところでも話してますけどあのその先生担任の先生に、うん、まあ ここいいつはうつ病だっていうことを決めせ医者でもない先生に決められてうん、うん、でまあちょっとこうあのおかしいからこいつみたいなことをもう決めつけられたんですよね小学校4年ぐらいの時に。うんうん、でなんか家帰ってまあ家庭の医学書、うん、<laughs> があってそれをピラピラめくって「躁鬱うつ病気分が上がったり下がったり」のこと。 まあそれみんなそうだよなと自分の中では上がったり下がったりしなかったらねピーってなってしまうのでその話はあるんですけどそのまあ大人から見たら突発的にこうなんかあの危なっかしいことをするというか突然こう大声を上げてしまったりこう気分が高まるとうわーってなってしまうような。 あのコントロールがなかなかつきづらい子だったのではないかなうんなんか今さ、えー、なんか友達のやっぱり息子がさ、えー、落ち着きがないんだってうんそ,そうするとさなんかいわゆるその特殊学級、えー、そっちに行ってくれって言うんだってねそらしいですね結構その判断がすぐすぐみたいですよそれ、うん それはおっかないないいと思いますけどねその別に特別学級僕もある意味そういったところにいたので、うん、あのそういう人たちのなんかそこに行くことがあれっていうことではなくてな何よりもその。 決めつけるっていうのは、うん、そ恐ろしんかやたらさ最近なんかそのアスペルガーとか何だっけなんとかなんとかよく分かんないけどそういう言葉が流行りすぎてるっていうか、うん、うちの子はなんかそういうのみたいだからとか、うん、学校でそうやって言われたんだけどとか、うん、嘘でしょみたいな、うん、全然こいつ普通じゃんみたいな子が。うん 私たちがあれ見てるとね、えー、私の子供の今度はがよっぽど異常だったよっていうさ <laughs> そ,う、ね、そういうのがんか最近そういうのすごい多いんだってね、えー、へえそういう子供だったんだ、うん、そうですねでもその時からやはりそういった疑問、うん、いや自分は普通だと思うのになとか こう決めつける教育っていうのは、いかがなもんかなっていうような、うんこう、ちょっとその先生に対して疑問を持つっていうようなことは、すべてを真に受けてしまうっていうことではなくって、そうじゃないと思うなっていうことをずっと心の片らに持ちながらいた小学生ぐらいだったのかもしれないですね。で、中学は で中学上がる前にやはりその私たちの時はもうまたその受験戦争っていうのがあったけどですよね。で僕はもう全滅して、うん、であの塾に行かせていただいていたんですけど、うん、あの全くもってできませんでして、うん、であの全部。 いろんな学校を受けたんです。もう本当何校受けたんだろうっていうのを、うん、たくさん受けて <laughs> で最後にその塾からもう第三次募集みたいな、うん、でファックスみたいなのがだーっと流れてきて、うん、これが最後です。うん、こ,この学校もう本当に2月ももう,もう受験期が終わるぐらいの頃で第三次募集があります。うん、君に合格という文字を合わ味合わせてあげたいみたいな。<laughs> のがダーッと流れてきてててきどうする、うん、ってなっな、うん、もういいって <laughs> うん、うん、もうダメだと思う <laughs> いくらやっても受かんない、うん、でもその時に小さいながら自分の子供部屋に入って、うん、こうどうやったら死ねるんだろうみたいななんか本当にそこまでいっちゃったんですよね、えー、小学校の時そうですね小 6, 小6の時ですね、うん、でも舌を噛んでみたりとかこう。 うん、なんか本気で生きてる価値がないというかまあ本当にずっと不合格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 でやはり来るともうそんな幼くてもやっぱりダメージがこう本当に積み重なっていってまあいろんなストレスもあって、うん、で結果全部ダメで、うん、でまあ公立の、うんえー、高田の馬場の中学校に行きましたね。うん じゃか良ったじゃないそうですね私なんかさ、うん、行きたくもないのにさ効率行きたくてしょうがないのにさ、うん、力試しだからっつってさ親、うん、に騙されてさ、うん、受けさせられてさ、うん、で受かったらさ力試しのはずだったのにさ入学禁支払っちゃっててさ、うん、無理やりさせられたのね。えー、でそこで私は その女子校でお嬢さん学校だったんだけど校則が納得いかないわけ、うんえー、それでえなんでこれをやらなきゃいけないんだとかどうしてこれはダメなんですかって聞くと先生たちは答えてくれないわけ、うん、ちゃんと答えられない校則を作ることが間違ってるって思って、えー、それで反抗したんだけどねいろいろ私の場合は。えー みんなそういうのってやっぱあんだよね。う,ん,うん。それで中学ま出て、ええ、で高校そうですね。は受験したの。そうですね。高校受験をして、中学の時にあの勉強なに何か何かのきっかけですごい面白くなってしまったんですよね。<laughs> な,なんかこう <laughs> あのでももすごく苦手なものは苦手なんですよ。うん、算数や、ね、数学というかそういうのはダメだったんですけどあの国語や英語に関してはなんかスタディーハイなんですかねこうずば抜けてるもんねいまだにいやいやいやあの面白くなってしまってあの勉強した、うんうん、勉強したというかもう面白くなった。 でまあ高校受験はしたんですですまあ高校の方も入ってもまあなんですかねその頃からやっぱりその日本のストリートカルチャーとかなんかそういったものが高校生の間でも流行ってきたりとかしてうん、うん、まあそれこそ日本のラップだとかねそういったムーブメントがあったりして。うん あの少しずつそういった文化に触れつつも自分ではやろうとは全く思ってなかったですけど、うん、あの周りでそういったことをやっている人たちや、まあ、ダンスやっている人がいたり、うん、あの自分が好きな曲を集めたミックステープをね、うん、自分で作ったりして、うん、そういう人はいましたね。じゃあいつから自分が始めたの えっとちゃんと始めたのっていうのがもともとバックパッカーだったんですよ、うん、結構そのアジアを貧乏旅行するっていうので、うん、最初にその、うん、ラップっていうよりもとにかくなんか逸脱させてくる音楽が好きっていうか、うん、なんか何この音。 っていうのでやったり、うん、いろんなもうジャンル問わずむさぼり聞いているっていうような状態で,、うん、で旅の旅とともにあの音楽があってでそこで、えー、そういうバックパッカーでいろいろ回って帰ってきってからえー ちょっと結構前なんででも18なんでもう2十。ここ卒業してからってことそうですねうんえ大学はえっと大学の最初から最初はそういうことをやってましたねあでも大学には行ったんだあ行きましたねうん中学全滅で怒っこってもやっぱりちゃんと大学まで行ったってとこが途中から勉強したんだねうんそうですね、うん でもまあうん <laughs> あの好きなことはとことんやるけどいいやるさそれさ勉強だと思ってやってないでしょ <laughs> <う>好きだからどん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 あの知りたい知りたいとかさそう,です、ね、そういう気持ちでこれは勉強なんだと思ってはやらないよね。でもやっぱりその中学あ高校ならねそういったテストだとかねそういったものは。 自分が興味ないことでもあれですけど、うんまあ、特に今やってることっていうのは、うん、もう本当にあの楽しくってその学ぶことが、うん、っていうことを一つ見一つ見つけられているのはとても、うん、面白いことだなとは思うんですけど。だかから私なんかもさ 私はその子供の本当に物心ついた時からうち家族全員本が好きで特にお父さんはもう本当にすごい本をずっと本読んでるような人だったのねだから廊下に本棚がざっとあってもう子供児童なんとかから全部大人の本とか全部もうすごい数の図書館みたいにならんでたの、うん。 で子供の頃からだから本を手にするっていうの、うん、手に取るってことが当たり前だったから、えー、だからすごいそれは感謝してるのねすごく、うん、その本を読むことに対しての抵抗が全くないのまず、えー、だからそれは良かったなと思ってだから勉強と思ってないっていうのはすごく、うん、であと算数が好きになったのは、うん、小学校の時に好きな男の子がいて隣の、うん だだったんだけど、うん、その子といかに計算を早くやるかっていう <laughs> その競争をやったの2人で 2> <laughs> ものすごい勢いで計算問題解いていくっていう、えー、それまで私算数って全然できなかったの、えー、そこから、うん、びっくりするぐらい算数ができるようになって <laughs> で、ね、で偏差値73とか取ったわーすごいもうね全然そ、うん そっからもう計算が、うん、計算が面白くてしょうがないわけ、うん、でそこからどん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 数学が好きになっていくっていう、うん、恋をする、うん、恋っていうかうい恋だねうんいいですねそういう,う,いうだって英語だってそうじゃん、えー、英語だって恋をすると早いよね、うん、早いですよねだからねやっぱ思春期は恋とともに勉強した方がいいよね、うん、それは あるかもしれないですね、うん、そうすると勉強だと思わないで、うん、それを楽しめるからねそうかもしれないですね、うん、そうかジビル、うん面白い, <laughs> い <や S 2> <laughs> じゃあバックパッカーやって、ええ、で、まあ、大学も行ってそうですねでバックパッカーやってた時に、うん、僕はその路上でクラッシュさんをかけてる露天商のやつがいて。 うん、であの煙がかかってたんですよ。<laughs> でえそれどこの国あれはタイだったと思いますタ、ね、<ー>タイでタイでだったと思いますね。うん、の路上であの「なんだこの音楽」っていうのになってでその露店のやつに「うん、こになどこの国の音楽?」ってなって「お前どこから来たんだ?」ってなって日本から来ました「お前の国の音楽だよ」 なんていう人ですかで、DJ、クラッシュ土山さみさんってもあのアーティストがいてさ、えー、その人はロンドンにいた時にロンドンのストリートで煙がかかってたの、えー、ですっごいかっこいいと思ってそれで「これ,どこれ誰?」って聞いたらその DJ クラッシュだって「へすごいね」っつってそしてあの何人的?」って聞いて。 お前日本人だよみたいな感じでやっぱ同じ経験をだね、えー、木土屋さんと<ー>うんそうなんですその路上で出会ってまあのそうそう路上で煙に出会った人結構私知ってるわ <laughs> あそうなんですね <laughs> そうなんですまさにうんそっかそ、ね、じゃ楽しかったんだそうですね まあちょっとねあの長くなっちゃったから今週はここまででまたあのねあの来週、はい、あのシビトに来てもらうんで、はい、あのこれ以降の話ももうちょっといろいろと聞いていきたいと思いますので、はい、えよろしくお願いしますよろしくお願いします今週はここまでですはいありがとうございます。はい